方が薬局マジで No Doubt。びっくりした。猫がおったね。猫が。はい。どうも、大谷ガチャネレ、ようこそ。新しいな。アリパプです。ムーです。はい、ということで今日は皆さんご待望の商品紹介の時間です。はい、イエーイ。今日は何をするんですか。紹介しますか。はい。今日は素晴らしい商品を紹介したいと思います。はい。今度この人今日ちょっと違う。オープニングからと言って違う。セールスマンのつもりです。セールスマンのつもり、はい。今日の商品はこちらです。じゃん。無償化スプレー、非常に素晴らしい商品になっております。はい、そして無償化ミスト、素晴らしい商品になっております。終わり。はい。すごい商品もう一つ紹介するんで、はい、まずはこの2つから。まあ言ってやっぱり無償化スプレー大容量だもう絶対必要だと思うんですけど、うん、汗に強いっていうのは、うんうん、サラサラパウダーっていうサラサラになるようなパウダーが入ってるみたいです。あ、アセフィシートとかに入ってる、はい、かなり売れた無償化スプレーです。おー、はい、ちょっと匂ってみましょうか。はい。かきかきかき多いなー。はい、おー、あー、え、あ、昔懐かしい、なんか優しい匂いですよね、うん、あ、全然なんかさっぱりした匂いよね、うん、特に匂いが強いわけでもなく、うん、あと、はい、ベタベタとかもしないです。本当にサラサラ。どういった虫をキーできるかというと、蚊、ブユ、他には、ノミ、ダニなど、サシバエとか、うん、使い方としては、10センチか15センチぐらい、このぐらいかな、このぐらいですね、うんうん、を離して、顔と首筋のへのご使用は、手のひらにスプレーをしてからやるようにしてくださいということです。直接ビャーってたまにかけてかけてちっちゃい声がねってやったら多分ダメらしいです。やっぱ今がキャンプとか、うん、バーベキューとか行きますね。エクササイズとかエクササイズとかいると思うんですけど、うん、その時に汗にも強いっていうのはやっぱすごい助かりますよね。大事、助かります。で、それプラス、まあ、このスプレーじゃないタイプ、例えばあのスプレーでむせるっていう方とかが、ああ、なんか苦手な方とかもいますね。だいぶ女子の好きなやつですよ。あの、まあ、いわゆるあの保湿。あ、大事。保湿。女性も男性もみんな大事。かなり売れた、うん、ミストタイプのもう商品になってるみたいです。スプレータイプがやっぱ基本的に持ってる方多いんで、ミストは結構レアかなと思ったんですけど、でも結構使われてるみたいです。結局そのミストのいいところはスプレーとかでむせたりするのが苦手な人とか、うん、すごく便利な商品になってますね。感染するし、先ほどと一緒で、ブユとかブヨとか、あとアブのみ、うん、ダニとか、あとトコジラミっていう虫にも効くみたいです。南京虫っていうやつですね。おお、そんなに近くていいんですか。そんなにミストって近いもんですけど、ミストですから。あ、結構あ、なんか清涼剤じゃないけど、あ、でもちょっとあの本当にあのシーブリーズのようなあの夏のね、汗拭きシートの香りに近いね、うん、10センチか15センチ離して、はい、顔に塗るときは手のひらで広げて塗るような形になってますね。なんと去年の虫よけかなり売れた商品がこれじゃー。おー、じゃじゃん、カオリング。あら、かわいい。なんですかそれ。いやいや、もう見てわかりません。腕につけてるすげえ、お母ちゃんみたいな。いわゆるほら、このあ、緊張さん、はい、まあ、蚊とかに効くような商品なんですけど、やっぱ虫刺されをやっぱ予防してくれるものがスプレーとかだけだったら、やっぱり水遊びとかもすると思うんで、あ、そうですね、確かに落ちちゃった場合に、そういう時にこのシリコンのリング、しかも何がいいかというか、デザイン見てください。これそう、かわいい。クリオネとかラッコとか、オットセイ？いきなりクリオネ来た。クリオネ、いや、すごい気になる。クリオネがあったと思ってびっくりしちゃった今。子供さんに、あんたね、うん、お母さんおまじないするけん、うん、これちゃんと一日ずつつけときんしゃい。うん。よか、そんなんよかったん。あんた、ちゃんとつけときんしゃい。よかったんみたいになった状況の時に、まあこの商品を、さ、博多って、じゃあおまじないのお品あげるねって、ナイスだねみたいな、うわ、クリオネみたいな、あ、おお、あ、あ、すごい、中はこんな感じになっております。すごい、いっぱい入ってますね。効果は約12時間。おお、
半日持つ。この商品はあの、ね、ヒヤリにも効果があるそうです。はい、ヒヤリってあのね、あの刺されたらもうすごい痛、激痛と腫れがひどくなってしまう、ね、今開けたんですけどめっちゃいいね、すごいいい香りがする。石鹸というかあのぬぬねのね、あ、かわいい、柔らか。これだったらちっちゃいお子さんでも嫌がらないと思います。ねえねえ、僕をつけてくれる？いいよ。つけてくれる？いいよ。みんなで二役一。あ、全然違和感ないし、まあ、匂いがな、これいいね、絶対喜ぶわ、うん。女の子とか絶対大好き。好きな匂い。俺いいの思いついた。お、友達とかで、うん、まあ同じ色でも同じ柄とかでもいいんですけど、なんか一緒に付き合うと多分それだけでもなんかすごく楽しい気分になって、花火大会とか絶対行けるし。何それってなった時にこれを配ってあげるとすごい喜ばれるんじゃないかなって思います。しかもね、大容量だから香リングだけあってやっぱ香りが素晴らしいですね。あ、よかった、よかった。全然こう、なんだろう、いや、つけてても別に、うん、そらっといい匂いする感じです。ちょうどいいですよね。あの普通になんかなんだろう、あの手洗った後のいい香りがそのまま持続してる感じ、これは絶対嫌がらないと思います。じゃあね、お子さんとかって、うん、あのこういうね、腕につけたりするの結構好きだ ね、 あ、重ね付けもいいね。重ね付けすごいあれですけど、香りがふわっときますけど、うん、こんな感じで今見たら足につけてる子もいますね、やっぱり。足と腕に1個ずつつけるぐらいがちょうどいいかもしれないですね。あ、下とね、上で、うん、わ、これはいい、面白い、面白いね、うん、ぜひこれちょっと試してほしいね。うん、試してほしい、皆さんぜひ。これは本当にかなり去年売れたらしいんで、これは人気になる。はい、ぜひチェックしてみてください。使ってください。はい、はい、ということでもね、あのたくさん商品ある中でやっぱりこういう虫除けスプレーとか、うん、あの虫除けミストとかそういった商品ってなかなか迷うことあると思うんですけど、うん、奥様目線で考えるとやっぱりこういったリングとかがあることをあの皆さんに知っていただけたんじゃないかなと思います。なかなかね、うん、あのこういう商品って自分で見つけようと思っても、うん、あの見つからないものなので、僕たちもやっぱこういう商品を紹介できるような商品紹介動画を作っていけたらなと思ってご紹介させていただいておりますので、はい、よかったら手に取ってみてください。ぜひチェックしてみてください。では今日は虫除け対策グッズのご紹介でした。ゲイ、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムやツイッターもやってます、フォローお願いします。それではバイバイ。ドラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。